皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。今日は先日作った湖の周りを、フォーリッジクラスターを使ってきれいに整えました。その動画を撮影しましたので、どうぞご覧ください。どうぞご覧ください。レジンが固まったかどうか確認してみましょう。固まったみたいですので、作業を始めたいと思います。いつもの通りゴム系接着剤を使ってフォーリッジクラスターを貼り付けただけなんですが、結構見た目が綺麗になったのではないかと思います。参考になりましたでしょうか。参考になりました。